光に見入られたハムシはそうとは知らず炎の中に飛び込むというか、そなたらは虫けらと一緒だな。そんな、みんな化粧化している。なかなかに壮観であろう。血肉を持つ者が結晶化した姿には絵も言われぬ趣がある。ジアクトの結晶化はもう効かなくなったはずなのに。万象の王たる世を見くびるな。そなたらの結晶化を防ぐ技術など世の力の前では無力だ。私たちだけでこのジアレド・ゲノスを倒せるでしょうか。戦いになどなるものか。目の前の現実とくと見よ。世の光を受け止めるか。他の虫けらとは格が違うようだ。だんだんと威力を上げてやろう。どこまで耐えられるか。早くも防ぐ手立てがなくなったな。どうする、命乞いでも試してみるか。あなたは逃げてください。私が盾になります。再戦の機会は必ずあります。あなたはその戦いに欠かせない英雄なんです。だから生き延びて。仲良く彫像になるがいい。未来への希望をつなぐ礎になれるなら、この命差し出してもいい。私は人を愛するために生まれてきたのだから。何が起こったの？降臨？古き世の天使にしかないはずなのに、進化の効果が今になって現れたのでしょうか？進化だと？なるほど。そなたらには自分たちの神を生む秘技があるのだな。全言撤回です。今の私たちならゲノスを倒せます。ここで全てのケリをつけましょう。気が変わった。そなたらには世が直々に手を下そう。たまには燃焼体を動かさねば輝きも曇ろうというもの。示してみるがよい。進化とやらの力。
私があなたを導きます。何が起こっているんだ。来てくださったのですね。
あそこに戻ろうとしているならば、はあ、こしゃくな、ハムシ風情が。行いをかばうか、勝利の機会を捨てるとは愚かな。間一髪でしたね。こいつらを倒すには少々コツがいるんです。ここは私に任せて、お二人はゲノスを討ち取ってください。遅きに失したな。メルド結晶化し、魔眼の月と完全に一体化した世を前に、生き延びられた生命体は存在せぬ。この姿、ジアメルドゲノスとなったのは青き妖精どもを滅ぼして以来、万象の征服者たる姿、その目に焼き付け死にゆくがよい。一匹ずつ潰すのも面倒だ。まとめて始末してやろう。私はここまでのようです。残された力で私の神の翼をあなたに授けましょう。どうか悲しまないで。追いつけただけでも奇跡だった。さあ行って、奴を倒してください。
そのお姿は。そうですか、白王様が。悲しむのは後だ。奴の頭上に回り込むぞ。私たちの力を存分に発揮するには、地に足をつけて戦える場が必要ですね。降臨よ、我が願いに応え、戦いの場を作り出せ。燃焼体が引っ張られる。私が戦いの場を維持します。その間にゲノスを倒してください。あれを維持するだけなら私たちの力でも可能でしょう。ユーライザ様は戦いに加わってください。ぜひそうしてくれ。進化した君はこの戦いに欠かせない。お前とユーライザにだけいい格好はさせられんな。ここは俺にも剣を振るわせてくれ。戦いの場の意志は僕ら三人に任せてください。行きましょう。最後の戦いです。地べたに足をつけないとろくに戦えぬとは哀れな。だがそなたらにはそれが似合いだ。一匹残らず地に悪太に変えてやろう。ここで終わらせるぞ。勝って、みんなで帰りましょう。我が燃焼体、貴様が傷つけることはかなわWe'll be right back.
つもやれ。崖っち。
メルド結晶化し、魔眼の月と一体となった世が消滅したら、何が起こるのか教えておいてやろう。魔眼の月は制御を失い、浮力も消え失せる。ほどなくして下界へと落ちていくだろう。破滅をもたらす隕石のように。残っているお前の同胞はどうなる？見殺しにする気か？魔眼の月こそは我らの生まれいずる故郷。月と運命を共にするのは我らの定め。世が死ねと言えば皆喜んで死ぬ。世の燃焼体はここで滅ぶが、存外再会の時は近いかもしれんぞ。いいのかな。燃焼巨人よりもずっと大きいよ。燃焼巨人か。あの戦いの決着をつけるのに我々の命脈をありったけ真剣に注いだね。もう一度同じことをやってみようか。王を失い、自悪とも混乱している。もはや私たちが何をなそうと攻撃してくる余裕はなさそうだしね。皆さん、無事ですか？魔眼の月が下降してるようですけど、何が起こってるんですか？渡りに船だな。真剣はありますね。天の箱舟で下に回り込み、魔眼の月を砕いてやりましょう。ありったけの命脈を真剣に注ぎましょう。そして最大級の一撃を。ああ、出し惜しみはしない。一撃に全てをかけましょう。
やったね兄ちゃん、これでもう大丈夫だよ。あ、そんな、あれは魔眼の月の破片。いや、ジアクトの船の残骸だ。あんなものが落ちれば町一つくらい消し飛ぶぞ。町一つで済めばまだまし、大陸一つ焼き尽くしかねないね。そんな、間に合わないかもしれませんが、もう一度真剣を使いましょう。ダルタム様、あんな石ころ一つで僕らの努力を帳消しになんかさせるもんか。海に落とせれば兄ちゃんと姉ちゃんにはできたんだ。僕にだって。みんなで穴蔵を撃てた時もこんな夕日を見たっけ。僕もみんなを導く光になれたかな。あの日の兄ちゃんみたいに。ドルタムさん、カブさん、ナンナさん、白王さん、これはあなた方がいなければ成し得なかった勝利です。ありがとうございます。最大限の感謝を。戻りましょうか。天聖教の皆も報告を待っているでしょうから。魔眼の月の消滅を確認した。何があったか聞かせてくれ。
察しはついていたよ。ここにいないんだものな。あまりにも大きな代償を払わせてしまった。しばし散っていった英雄たちのために祈ろう。彼らの魂が創世の女神の身元にたどり着き、安らかな眠りに疲れますように。天聖教を、いやアストルティアを代表して礼を言わせてもらおう。本当にありがとう、英雄の諸君。さっきから気になっていたのだが、ユーライザー妙な格好をしているな。まるで古き世の天使のようだ。遅ればせながら進化を果たしました。私もここにいる英雄たちと同じく神の一柱に列せられたのです。ユーライザ神に工事を託し、私は隠居した方がいいのかな。正気ですか。神とはいえまだユーライザに天聖教の長が務まるわけがないでしょう。ユーライザ神、おもはよいです。しょっぱいな。人生の味がするよ、モーモリーナ。ありがたくいただくことね。完食すれば神にはなれなくてもワンランク上の存在にはなれるかもよ。腐った死体とか。ちょっとちょっとみんな、ここは笑うところじゃないのよ。気を落とさないでね。この戦いであなたが示した勇敢さと気高さは誰もが認めるところよ。フェディーラ様。ただの天使に戻ってしまいました。それでもあなたや人間たちを守り続けられる私でいますね。こたびの戦いで自悪と燃焼体の魔の手から世界が守られたことを地上で暮らす人々の大半は知らない。ジアクトの侵略はアストルティアの歴史に残らないだろうし、それで良いと思っている。だが我ら天聖教の民はこの戦いに身を投じた英雄たちの生き様を記憶に刻み、代々語り継いでいこう。
さて、固い話はこれくらいにして、ここで私が一曲披露しよう。曲は傷だらけの愛天使。なんて思っていたんだが、代わりに極上の歌い手が名乗りを上げてくれた。資源の歌姫ディナーシェだ。拍手でお迎えしてくれ。実は天使長様に無理を言ってこの場を設けていただきました。私が天聖教への招きに応じ英雄になると決断したのは、この上なく身勝手な理由からでした。最愛の妹アリアが残した国を守るための力が欲しかった、その一心からです。英雄とか神とかどうでもよかった。ですが思いがけず子孫と触れ合う機会を得られ、彼らの未来を守れました。今では英雄であることが誇らしいです。この戦いで死んでいった者たちの魂を慰めるために、そしてそれでは聞いてください。Thank you.
驚かせてすまない。彼女は消滅を予期していたんだ。最後に歌で皆を祝福したいと頼まれてな。ただ湿っぽくなるのは嫌だからと口止めされていたんだけど、こんなに早く消えてしまうとはさすがに予想外だったよ。ここはリナーシェの思いを汲んで湿っぽくなるのはなしだ。食事と飲み物を山ほど用意した。今夜は思う存分食事を楽しんで明日への活力にしてくれ。以上だ。待ってくれ。これをお前に渡すようリナーシェ殿から頼まれていた。受け取ってくれ。親愛なるあなた様へ。このような形で別れを告げることになりごめんなさい。覚えていますか、レーンの村へ海を見に行ったことを。あの時もう少し一緒にいたいとわがままを言いましたよね。家族以外で安らぎを覚えられるような人はあなたが初めてだったから、あの時間を終わらせたくなかったのです。他人を信じず頼れぬまま生きてきましたが、神域まで助けに来てくれたあなたが私の心を変えてくれました。あなたに会えてよかった。あなたと同じ時を過ごせてよかった。あなたが生きる世界を守れてよかった。さようなら。あなたとあなたの愛する人たちがいつまでも幸福でありますように。ずっとずっと願っています。リナーシェ殿は立派な英雄だった。お前も辛いだろうが。追伸。あなたの隣でカンティス様がさぞ気落ちしていることでしょう。どうぞ慰めてあげてくださいね。天使の心までを見通すとは、やはりあの方はとんだ目狐だ。
いや、君も外の空気を吸いに来たようだね。縁も竹縄、名残惜しいが、勝利の宴もそろそろお開きかな。リナーシェまで消えてしまうとはね。何も言わず去るというのが、彼女らしいといえば彼女らしい。おや、ひょっとして君にだけ何か言葉を残していったのかな。私も消えるときは君にだけ遺言を残すとしよう。今のはうめき声かな。近いようだ。行ってみよう。何があった？これはこれは、神様、いいところに来てくれやがってよ。自悪との捕虜がうろついてたんで、と捕まえようとしたんだが、返り討ちにされちまって。あの野郎、何を企んでるのか、進化の功労はどこにあるのかって脅してきやがった。この頂上にあるって答えておいたぜ。上にある功労はガラクタ同然なのによ。騙されやがってざまあないぜ。このことを知ってるのはラダガードだけだ。ついさっき捕虜を追って上に行った。最後に話すのがお前だなんてな。ルティアナ様の膝に抱かれていくのが俺の夢だったんだが、これも悪かねえ。天聖教を守ってくださった神様みたいな英雄に見守られていけるなんざ、これ以上ない栄誉じゃねえか。君はラダガートの加勢に、私はミトラーたちを呼んでくる。こいつは俺たちの知るルーベじゃない。こいつを叩き切るんだ。俺に構わずやれ。待て、不毛な殺し合いは予想ではないか。どの口が言うか。そなたらの攻撃で魔眼の月は消滅し、自悪と燃焼体の選ばれし原石は今やこのジアルーベを残すのみ。
主の定めにより最後に残った選ばれし原石の中に世は復活した。ジアレド・ゲノスとしての意識がな。いや、レドは前任者の名。これからはジアルーベ・ゲノスと名乗ろう。そなたにも教えてやろう。ジアクトが創生の力を生産できず、侵略と収奪を繰り返してきた理由を。すべてはトコシエのゆりかごを侵略したことが始まりだった。かの地での戦いの結果、我らは一切の創生を生み出す術を失い、ただ消費するだけの存在に落ちたのだ。故に我らは創生の力を求め、幾多の世界を侵略し収奪を繰り返してきた。すべて生き延びるための栄誉であった。ただ創生神ルティアナはゆりかご世界の神であったと聞く。ならばこの世界には主を救う手がかりがあるやもしれぬ。世は進化という秘技にかけてみたい。神の座に至ればジアクトに降りかかりし、厄災の真相に手が届くのではないか。進化を試させてくれ。叶えてくれるならジアクトの持てる知識を全て与えよう。たとえ進化に失敗しても、侵略も収奪も行わぬ。滅びゆく種族にどうか慈悲をかけてくれぬか。こいつが進化に成功すればどんな悲劇を生み落とすか分かったものではない。ジアクトはここで滅ぼすべきだ。口を挟むな。世はこの者にこそ問うておる。手を携え共に歩もう。待て、待つのだ。この者がどうなってもよいのか。本性を表したな。こやつは結局自分だけが大切なのだ。俺たちに切る以外の選択はない。やれ、やるんだ。命拾いしたな。進化に成功し絶大な力を得たなら、お前たちなど根絶やしにしてくれたものを。だが無慈悲にジアクトという種を滅ぼしたそなたは、侵略者たる世と同じ殺戮者としての業を背負い生きるがいい。知恵のゆりかごで生まれた厄災はやがてこの世界にも手を伸ばす。すべてを滅びで覆い尽くすだろう。
後味が悪いことをさせてすまなかったな。俺一人でケリをつけられればよかったのだが、きっと心優しいお前のことだ。敵といえど手にかけてしまったことへの罪悪感にとらわれてしまうかもしれない。だがこれだけは忘れてくれるな。たとえ自分を責めようとお前の決断を支持する。俺は永遠にお前の味方だ。何が人を英雄たらしめるか後世になってみないとわからん。愚か者の烙印を押されているかもしれぬ。時に愚かとも取られる行動をためらわない者こそが真の英雄なのだろう。そしてその決断は人を孤独にしていく。英雄の喜びも悲しみも同じ立場の者としか共有できんからな。ここでの日々は苦楽を分かち合える友をたくさん得られて幸せだった。お前の人生はこれからも続いていく。我が友の旅路に幸多からんことを。
ー